さんもさあお姉さんもさあお姉さんもさあお姉さんもさあブランドお姉さんがブランドお姉さんがさあ今日優勝者はえスーパー優勝したあなたには DeNA ベイスターズのホームゲームで使用された公式試合球団も贈られます。スターダンスコンティン、これであれだ、あしたかっこだ、うれしい見に行った甲斐があった、また行きたいと来週から CS が始まるんで、本当 CS のつもりでマウンドに上がりました。特に前回ジャイアンツとの対戦の時にはホームラン4本という悔しい思いをされていました。それをやり返すという思いはあったんでしょうか。そうですね、本当にいい打者が失点を防げなくなっちゃうので、本当に意識して投げました。そんな中で立ち上がり1回にまず手を挙げました。ですね、そして今永さんは8月月間 MVP を取られました。結構状態もいいようですが、今どうですか。そうですね、こういうのを当たり前にやれるのが、プロ野球だと思うので、これを当たり前と思ってもらえるようなハードルの高い選手でいたいと思います。そして今日3年ぶりに規定投球回に達しました。これについてはいかがですか。そうですね、そこはもちろん目指してはないんですけども、そこをうろうろして、その規定投球回数をうろうろしていてはいけないと思うんで、もっともっとこれからもたくさんイニング投げれるように頑張ります。今の投手から先ほどクライマックスシリーズのお話が出ました。来週土曜日、ここ横浜スタジアムでクライマックスシリーズのファーストステージが行われます。対戦相手が今日決まりました。いよいよという思いはありますでしょうか。まだまだ近くなって近くならないと実感湧かないんですけども、徐々に緊張感のある日々を過ごしていけたらいいなと思います。それでは反撃 OK、 愛してるよ横浜。
ビクトリーサルバーションは終了でございます。